春のおかみさん、小牟岳重館山青木村は、長野県小佐方郡に位置する村である。温泉地として知られる。村名は、今の青木中学校付近に生えていた根津の木に由来する。この根津木は根を三分割して、小学校、中学校、文化会館に根津み差しとして保管されている。移民の里とされ、江戸時代明治時代最初期には、 現在の村域にあたる地区から上田騒動をはじめと、する一期が5回も発生した。旧上田藩領の各地で近年まで、夕立と騒動は青木から来ると言い伝えられてきたほどである。今も、義民の里青木村と書かれた看板が、村内にある。上田市への通勤率は47.40%で、同市のベッドタウンとなっている。上田市まで車で30分程度。 北陸新幹線を使えば、東京へ2時間余りという利便性から、移住者の受け入れにも村を挙げて取り組んでおり、2016年の宝島社出版田舎暮らしの本によるアンケートで日本一住みたい村ランキングの1位となった。青木村は山方を山に囲まれた山村であり、古くから青木山山として親しまれている。これらの山の頂上からは、上田盆地を一望できる。 かつては、上田温泉電気青木線が、上田市から青木村までを結んでいたが、1938年に廃線となり、現在鉄道は通っていない。電気青木線とほぼ同じルートを走る選挙区バス、青木線が、村内まで運行している。鉄道でアクセスする場合の最寄り駅は、JR 東日本北陸新幹線と品野、鉄道品野鉄道線は、上田駅で、 バス、青木線への乗り換え。上田電鉄別所線では、上田原駅が村井の最寄りとなるが、これもバス、青木線への乗り換えとなり、上田、青木間の移動であれば、バス、青木線のみを使用した方が安い。名古屋方面へは、自家用車で、JR 篠ノ井線の、西高原駅や西条駅に移動して利用する場合も、ある。統合マイナス度のど工場団地前から、 村松細谷、青木バスターミナル、靴掛け温泉。ありがとうございます。